どうも、私です。ということで、モンストをやっていくんですけれども、本日はこちら。はい、タップで200連ガチャリドラッシュということで、まあ、挑戦するを押した方が早いな。ってことで、でれーん、ガチャリドラ、ちなみに今ね、この後説明するけれど、いつもね、普通にパソコンにキャプチャーつないで、スマホの動画撮ってるんですが、さすがにちょっと動きが多くてやりづらそうなので、その部分だけ画面収録で撮っておりますので、ちょっと最初だけ画質が違うかも、いつもと。で、まあ、4つボタンが出てくるのね。で、その中の1つずつがランダムで光るから、そこを、めちゃくちゃ連打してくださいっていう話ね。であと最後の10秒はボーナスタイムで何度でも挑戦できるっていう話や。まあ結構ね、いろいろ X とか見た感じ、みんな200連いけてるみたいなので、まあそこまで難易度自体は高くはないんじゃないかなって感じかな。まだやったことないけど。さあ、じゃあ行くわ。早速参ります。ゲームを始める。光るボタンをタップしてスタート。いくぞ。ちょっとマイク下げるわ。いきます。これ多分ね、斜めの方がやりやすいんじゃないかな。いきます。レディーゴー。あ、意外とちょっとミスったかも。よし、一発200連完璧すぎてれー、ありがとう。ってことで、いつものキャプチャーに戻ります。はい、ということでね、いつもの画面の収録方法の方に戻ってきました。で、200連ね、こっから太っ腹で弾けるんですけれども、限定もね、もう八重ちゃんまで、最新の限定の八重ちゃんまでグリファンのね、全部出るみたいなので、だったらもう持ってない限定とか、ウハウハになりたいな。いきます。はい。SNS 投稿はしちゃうとバレちゃうのでしません。まあ、バレても、どうせみんな200連でやってるだろうから、意地でも。いいんだろうけど。いきます。10連目。はい。こっから200連って、オーブ1000個分でしょ？リゲル、初手リゲルすごいな。200連引けるって、相当、ん？ん？タケミッチ？タケミッチどこにいんのかな？タケミッチいないんだけどな。おかしいな。タケミッチが出てることになってる。なんかすげえバグってない。20連目。はい。まあ、200連引いてさすがに限定1体も出ないなんてことはないでしょ。ちなみに隊長さんのお友達のみんなは、そこそこ限定出てたみたいなので、いろいろディスク。タケミッチこれ毎回出んのかな、タケミッチ。これバグだよな、完全に。ロイで出てるし。ちょっと、タケミッチ、やめてよ。そんなに出しゃぶりじゃないでしょ、あなた、本当は。はい、30連目。そこそこね、みんな限定出てたみたいなので、そんなに出ないってことは、よほど運が悪くないとないんじゃないかなと思っているんですが、タケミッチ、助けて。バクチなんだけど、タケミッチ。40連目。バッて離す。あとはま、一回ぐらい演出見せてくれたもんやで。はい。止まれ、止まれ、止まって、止まって、鬼キス、止まれ、止まらん、どうして、君誰だっけ？信長の知り合いの人、と浅井長政さん。信長の知り合いの人。確か、信長の娘と結婚した人じゃなかったっけ。はい。確か。
演出ねえな。これで250個分やで、オーブ。止まった。下がれ。もうこの時点で勝ちでしょ。やった。最新限定キャラよ、キルユアなんて。まだちょっとね、使う場面は少ないけれども、それでもね、スペックはやっぱりバカだからバカだからって、なんかちょっとドスの効いた言い方になっちゃったけど、スペックバカなんでこの人たち。やった、嬉しいわ。しかも演出なかったもんな。これが60連目だねまだまだ弾けますからな。はい、待ってく。サンダルフォン、うん、嬉しいけど、もうちょっと旬の時に来てほしかったな重心化発表されたってしばらくぐらいがさ、半年1年ぐらいがピークだったじゃん、サンダルフォンって。最近ちょっと使う機会だいぶ減っちゃってるから、嬉しいけどね。これで持ってないのがラミエルだけになったな、第二天使は。ラー、君はどっち？あ、X だ。さりげなく限定ハーレーさんはね、わかりづらいんだよね。目がね、オットワイの方が X で、普通に 両目が赤なのが、普通の工場キャラの方のハーレーなんだよ。さりげなく限定が2体出てますさあ次引っ張って離す。限定は出てきてくれてるんだけどさ、演出もちょっと来てほしいよね。やったー、ラッキーってなりたいよね。おい、止まってく。明日の劇中3日目引こうかな。でもな、ジョジョコラボ来るしなって迷ってたんですが、もうこれは引かないやったー、安定のタケミッチ。やったー、今はマジで一番欲しいキャラと言っても過言じゃないぐらい欲しかったミューズ。はいまあ、ルナもね、欲しいんだけど、まあ、ルナはまださ、なんとか1枠、フレンド枠でいればなんとかなるからさ。まあ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 、この前の30連がやばかったから全然いいよ。ミューズはね、何体持ってても損はないから。進化形態2つあるしさ。もうこの時点でだいぶ勝ち確なんですが、まだ100連以上引けるってま。ユーピテル、グリム兄弟。どっちも3体目だったっけ？確か。これで100連。これで半分かな。はい。限定いろいろありがとう、ショット。演出ほんとねえな。もうちょっと動画的にも演出の盛り上がりも欲しいんだけど、ちょっとそこんとこどうですかね。あー、タケミッチあー、タケミッチ、お前いつまで出てくるんだ。はい、100み持ってない限定が確定しました。祝福のお知らせですやった、誰？ラミエル、やった。まあ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 確かにさっきも言った通り、ちょっと使う機会は減っちゃってるけど、全然いいよ、持ってないしね。これでだから第二天使コンプや、第一天使も全部持ってるから、やった、一気に全員コンプした、嬉しい馬は、しかもさ、ちょうどピンポイントで持ってない限定キャラが4枚抜きしてるんよ、やばくない？はい、もちろんね、持ってる限定キャラとか、もう出てきてもさ、まあ、X とかそこら辺、ルシファーとかそこら辺だったらまだ
いいけどさ、ちょうど持ってないくて欲しいって言ってるところがヘラクレスなんだよね、タケミッチ。そういうことだ。パッて話す。これが130連目。メタドローン。メタドローン確か4体ね。3体いたはず。そして止まった。あー、ヘパイストス。ヘパイストスも、神殿どっか、どこだっけ、どこで使えるんだよな。どこだったか忘れちゃったな。まあいいや、メタドローン。メタドローンなぁ。分岐とかがあったら嬉しいんだけど。まあ、アルファも持ってないしなぁ。普通にラック上げになっちゃいそう。まあでも限定来てくれてるから全然波はいいよ。いい波は来てる。いい波はいずこへ、タケミッチ。でも演出は相変わらず来ない。一回祝福来ただけだね。祝福来ただけでもだいぶ嬉しかったけど。てか、あのさ、こんだけ引いててさ、タンポポ、名前忘れちゃったけど、重力ダメオの女の子。そう、グラバー。グラバーはな、もうちょっとアビリティ追加してくれたら使える場面増えるんだろうけど、もう超重ダメをじゃ戦えないよね。はい。これ160連。あと40連かな。だって、話す。そう、あの、結構持ってない工場キャラもなんだかんだ対象さん多いんだけど、それよりも限定キャラの方が持ってないところで引いてきてるっていうのが、マジで、幸運。幸運で、ボア！これで、アルセーヌのラックが50になりました。ああ、アルセーヌのラックがどんどん上がって。やはりお前と俺は切っても切れない関係性のようだな。はい。だったらもっとどんどん出てきてくれてほしいんだけど、そろそろアルセーヌもね、卒業組に入ってるだろうから、次限定が追加された時に多分卒業しちゃうんだよね、長寿から。ヨーマなんだかんだ一体持ちだから、まあ悪くはない。はい。残り20連。20連、割って離す。限定ラッシュの波がだいぶ落ち着いてきちゃったね。せめてもう一回ぐらい止まってくれないかな。ダイヤモンドだよな。ダイヤモンド。ラスト。ラスト？いや、あと20連ある。あれ？仲間も上がんなくなってるけど、ほい。あれ180ってこれもう10連ある。数え間違っている。えい！どちら様？アポロックス！やった！昔からあんだけ欲しい欲しいって言って引いてて全然出なかったのに。アポロックスはね、重心化の時が一番強かったというか、その、時代を作ってた。一時期。キャラで、その時にもね、昔動画でアポロックス狙いで引くって言って引いてたりしてたんだけど、結局出なかったんだよね。まあ、でも、この時代ね、このワンウェイレーザーが強かったのよ、昔は。でも、最近はね、使う場面も減っちゃってるし、でも、新重心化がね、多分、アポロとアポロ X って重心化回したのが結構あやめだったから、そろそろ新重心化来てもおかしくない頃合いなので、それ待ちだね。はい。ラスト。なんだかんだ光と、ネフティスも、ネフティス、ネフ、イシスの妹。ラスト、いきます。演出、来るかな？せーの！
はい、えい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 、引っ張って離す。ありがとうモンスト10周年おめでとう。なあ、何が来るんだい。止まるのかい。あ、ザドか。ザドか。ザドって何体目だ。3体目か。2体持ちだったはず。ザドかラスト。いや、まあまあまあ。めちゃくちゃぬるって終わるやん、お前。え、めっちゃぬるって終わるやん。しかも誰もいねえし。誰もいないんだけど。寂しいな。じゃあ、取得順の最終リアリティでこれでいけばいけるな。OK。ここから、リエルから、キルユア引いて、サンダル引いて、ハレックス、ミューズ、ラミエル、メタトロン、アルフェーヌ、アポロックス、ザド。クソ引いてない俺、限定。しかもその中でもやっぱ一番はミューズだよね。ミューズ引けたのマジでかいな。これでね、離れコグニとか、だいぶ楽になるだろうし、だいぶいいんじゃないかな。おっと。はーい。ということで、隊長さんのガチャ結果はこんな感じでございました。いやー、満足。はい、ということで、隊長さんのね、200連ガチャ結果は、もう非常に大満足のガチャ結果となりました。もうめちゃくちゃ神引き。これもう、神引きと言っても過言じゃないでしょ。ってぐらい、神引きの大連続。大連続って言わねえな。マジで工場も持ってない工場キャラを持ってない工場キャラよりもね、限定キャラの方が出てきてたから、だいぶ相当運のいい方だったと思います。いやー、よかったよかった。ということで、皆さんのね、ガチャリドラッシュの結果もね、よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。またこのようにね、モンストの動画とかいろいろ出しておりますので、モンスト好きの方とかゲーム好きの方、よかったら高評価とチャンネル登録していただけると、今後のね、活動の励みになりますので、よかったら何卒よろしくお願いいたします。登録者1000人目指して活動していますので、よろしくお願いいたします。ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。また次の動画にてお会いいたしましょう。バイバイ。